してその問題持ってきました。これが解けたら30万ですね。変な感じだ。これ消えていかれますどうで始まりました。モチシアンです。さあ今回は、はい、人です。はい、タマシさんですね。変なことになってます。ジャジメントに出ていただいたタマシさんですね。はい、まあ、前回の動画で30万円渡してですね。もらうの申し訳ない、申し訳ない。いや、本当にそうですね。はい、実はね、顔は全然なんか違うから。いや、もうその、気持ちでは申し訳ないっていうのがあるんですけど、はい、実際にもうあんな体験は見たことないんで、はい、見た瞬間に顔の見分けが止まらなくなっちゃって、なんかもう、抗えなくなっちゃって、人としての金に対する執着みたいなことで、いや、本当に、すみません、大切にその保管させていただきます。どんどん、はい、保管じゃないですか、ね、はい、食費とプロテインと、まあ、はい、僕としてはね、全然あの共通テスト代とか東大受験代に使っていただいて構わないと思ってるんですが、では、はい、今回はですね、抜き打ちテストの問題持ってきました。はい、もう森出先生のやっと掴めてきました。何年間か一緒にいて抜き打ちがあるっていうことは。そうですね、はい、なんで今回は田辺さん得意な得意和訳、いやジャッジメントでリベンジしなきゃいけないのはやっぱり和訳だろうということで、はい、あの問題でも難しかったですよね。そうですね、っていう声があった。難しかった。でも YouTube コミュニティに出すと、うん、こんなんクソ簡単とか、こんなん定期テストだみたいな、やっぱ英語が得意な方が集まってます。マウンティング絶対解けてないと思います。そうやって書いてる人、ね、そういうことか、はい、なんでこれいきたいと思いますね。で今回はあこれいい問題って思ったら、こっちが大か、あと埼玉大のこの問題いいなと。ですやってみましょう。じゃあ埼玉大のこの問題、はい、いやこれいい問題だなと思って。これは書いた人多いですか。そうですね、まあ、構文取って和訳してもらえれば。まあ埼玉大の問題はこの和訳じゃなくて、これの意味はどれでしょうっていう意味を取る問題だったんですけど、和訳だったらこれいい問題だなっていうことで、はい、解いてみてください。これが解けたら30万円ですね。解けなかったらボス。まだ最終審査があるんですね。嘘です。まず構文ですね、はい、どのように取ったかっていうことなんですけども、まず S が V、はい、We've identified a tendency in V ですよね。あ、テンデンシー、これ SVO がまず大まかなところで、はい、で In news coverage、うん、で報道において、うん、ニュース報道においてっていう、うんうん、なんか就職ついてて、うん、このテンデンシーを就職するものが To 以下、はい、そうですね、いわゆるこれが要素の分離ですね、はい、テンデンシーというゲームっていうのに気づかなきゃいけない。まあ東大の和訳問題やっぱ一番出やすいのは要素の分離なので、はい、なるほどです、はい、そこは OK、 はい、パーセプション、はい、そのあとで、この2がもう一個かかる、はい、と僕は思いましたが、はい、若干自信なかったんですけど、はい、アンド以下のテイクもテンデンシーにかかるのかなと思った。そうですね、はい、はい、アンド、このアンドが何を並列するかっていうのも、まあ、お決まりのトピックですね、はい、よく出てくるところなので、はい、で、まあ、あとこのもう一個、うん、このテイクの後の全部が何を指してるかっていうので、そうですね、はい、これがやっぱり複数形になってるんでプログレムズかなと思って、うん、はい、で、まあ、テイク、そのプログレムをインディケーターとみなす、うん、熟語入ってて、テイク ASB ですね、はい、で、このインディケーター就職さらにざっと説で The Enterprise が概ね失敗する壊れる、うん、みたいなことかなと思ったんですけど、このざっとは何の、これは同格、はい、同格のざっとですね、はい、なぜ同格のざっとだと分かるかというと、あのざっと以下の文が、うん、まあ、完全な文として成立している。ああ、そうですね、それでも大丈夫ですね、はい、全然。さあでは行きましょうか。はい、構文取れていました、ちゃんと。我々はニュース報道において学科、あ、間違えた、科学って書いてある消して直したら間違えました。学科、これ限定くらいますね。あれ、これ出ない。それ出ないです、はい、科学です、はい、科学で、科学に置いて、まあ、科学で広がる問題を認識させ、その問題を事業がおおむね失敗することを示す指名表、あれなんでこれ待って、示す指標ですね、はい、指標の感じが違いますね、あれ、あ、こうで指だ、そうです、指です、日本語の文が、はい、私は気づいていました、だから早めに写真撮ったんです。緊張した、緊張して感じなんだけど、い
じゃあそういうのもね、やるかなと思ってとみなす傾向を認めたか、アイデンティファイですよ。これ訳すのどう訳そうかと思って、アイデンティファイって確認したとかですかね。科学で広がる問題、これもすごいなんか不思議な訳し方ですけどね。まあはびこる、ああまあそうですね、はびこるとか蔓延するとか、そうですね、そういうのを出せるといいかなってますね。問題を認識させるっていうのはあってですね、でその問題をまあ事業、そうですね、事業とか計画のことですからね、エンタープライズっていうのはおおむねじゃないですよね。アザホー全体としてか、そうですね、全体ですね。おおむねってだって外してって意味ですよね。外して捉えちゃう、アザホール、アザホー全体ですね。アザホールか、はい、全体が失敗することを示す指標とみなす傾向を確認したってことですね。確認したか、まあちょっと原点からやりますね、これは、うん、何点か。そうですね、だからまあ本当だったらこの傾向を2個置いてほしいですね。そうすれば、あー、なるほど、それがアンドで並んでることが分かると思うので、どこにかかってるか分かりづらい、傾向とみたいなことですか。そうそう、こういう傾向とこういう傾向を確認したっていうふうにやれば、ちゃんとアンドがこことここだって分かるよっていうふうにできると思うんですよね。ありがとうございます、それ気につけます。認識させる傾向とで、あとは別にこれで大丈夫だと思いますけど、まあ一応喋ってるのでデスマス体で書くっていうのもやることはあります。この点々ですね、略としてですか。まあ昔の東大ほどないので、そういう問題はあるんですけど、若干ね、やっぱ子供が喋ってるのにおっさんみたいな書き方する人とか出てくるんですよ、東大の過去の問題とか見て。そうするとなんか全体が読めてませんねみたいな、なんとかだよみたいに訳すべきところがなんとかなのであるとかですね、子供が言うかそんなことみたいないうのは、まあ若干あの小説の方のね問題で言われてたんですけど、まあそんなのあんまり最近はないですけど、まあ一応喋ってるところなのでって感じですね、はい。文脈見ておくと、 Greater effects were seen among people who read stories saying that science was in crisis or broken っていう文脈があるので、サイエンスっていうのはもうやばい危機的状況で、はい、もう崩壊しちゃってるよっていう文脈があるので、なので as a whole broken になるわけで、We've identified a tendency in news coverage. News coverage ね、報道ですね。To give the perception of widespread problems in science. サイエンスにすごい蔓延している問題っていうのを、そういう問題があるんだっていうふうに知覚させちゃうわけですね。そういう傾向があって。で、and take them as an indicator that the enterprise as a whole is broken. その計画が全体がもう崩壊しちゃってるんだっていうのを示す指標。そしてその問題を捉えちゃうわけですね。っていう傾向。はい、そういう傾向。難しいなんですか。Said author APPC director、ね、Kathleen Hall っていう人が喋ってます。はい。ので、まあ、一応喋っているので、喋り口調にした方がいいことが多いって感じです。はい。なるほどです。じゃあ、全体は良かったけど、ちょっと細かいとこで。そうですね。だからその辺もったいないなと思って、構文が取れているのに、きちんとした役にたどり着く。くのが大変。そして漢字とか甘いんじゃないかなとは思ってたんですけど、漢字ちょっとね、これ僕漢字ミス未だに、いやだって今までのやつもそうじゃないですか、東大模試のやつ見せてもらっても、はい、結構漢字ミスったりしてたんで、なるほど、そこもったいないですね。どう考えたって現代文だってありえることですし、そうなんですよ、漢字は定期的にやってるんですけど、うん、定期的にやっぱやって忘れての繰り返しで、そうそうそう、まあまあそれをもっと最後まで詰めなきゃいけないです。なんでそこを見て、いややっぱ見直し時間ないと思うんで、見直しをきちんとした方がいいんじゃないかなと実は思ってます。やっぱ世界史もね、大論述あるわけで、日本史だって漢字いっぱい書かなきゃいけないですし、いや漢字ばっかっす、ね、はい、なんでそことかでちょっと落としてんじゃないかなっていうのは前からだいぶ思ってました。あ、それは皆さんに言われて、あ、言われるんですね、はい、あ、ずっとなくならないんで、そこは本当に、あ、なるほど、まあ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 、細かいミスを犯しちゃうという、まあ似てはいると思うんで、自分自身もそういう細かいミスをいっぱいしてしまう人間なので、はい、なるほど、そこは注意しなきゃいけないですね、はい、ということなんで、ぜひともたくさんの、はい、応援してあげてください。これで15万没収でいいんですか。ちょっとその漢字ミス1問5万ぐらいです。でかい、はい、申し訳ないっていう感じでした。なんで、はい、これからまた皆さん頑張って、受験まで、最後の東大受験まで突っ走っていきますので、頑張ります、はい、はい、なのでぜひとも応援してあげてほしいと思います。まあ生配信も多分あると思いますので、はい、毎度のことながらやろうと思いますので、すいません、ぜひ受験まで頑張って見守ってもらえればなと思います。共通テストで切られるとか
絶対なしでお願いしますね。もう今んとこないですけど、はい、この5年5回目にして、ね、油断したらありますね。共通テストは本当怖いんで、めちゃくちゃあのテストは下手したら2次以上に怖い。うん、ちょっとね、まあ、本当数学頑張ってもらってっていうのが、数学は粘ってやってます。はい、はい、どうでした。では、トワさん応援してあげてください。はい、ご視聴ありがとうございました。